こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、クオカードを検索してみました、アイドル未使用クオカードコレクションが、丸万円の価値にびっくりです。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はい。えー、この動画では、クオカードですね。のあの、値段というかね、すごい、アイドル未使用品が今すごい高騰してまして、まあ、ぜひね、 持ってる方、すごい高く売れるんでね、ぜひ参考にねしていただければいいかと思います。はい。はい。こちらですね。クオカードと入れてください。で、こちらです。売り切れですね。で、完了してください。はい。で、見ていますと、結構、あれ、アイドルのクオカード多いんですよね。はい。で、変わったクオカードですと、例えばですね、えーっと、ボートですね。ボートのクオカードとかあるんですよ。 えっと、ボートですね。ボートのプレミアのカードはね、これですね。クオカード。未開封です。まあ、こういったね、まあ、ちょっと変わったね、カードもあるので、まあ、持ってる方ね、まあ、3800円で売れるので、ぜひね、出品していただければいいかと思いますよね。はい。で、まあ、今回お宝ですね。お宝のクオカードなんですけど、こちらですね。まあ、クオカード、アイドルとね、入れてください。で、今回1万円からね、 3万円で設定してみました。売り切りですね。もうドカンドカン出てくるんですよ。すごいですよね。いや、え、もうすごいアイドルでもやっぱり、人気ある子が多いので、ね、ミスマガジンとかね。ま、ぜひね、あの、こういったカードって、これ、私は昔、ヤンマガとかで送った時に、ここカード当たったことあるんですよ。で、使っちゃったんでなくなっちゃったんですけど、結構昔のね、アイドルの子とかでも多分高く売れると思うんですよ。 なので、ぜひね、あの、こうヤンマガ、ヤンマガヤンマガな、これ。これは、あミス、ミス、<laughs> あれですね。ヤングマガジンですね。とかの、コ、まあ、ーコアとかも出してれば、多分、結構いい値段で売れるかと思いますので、ね、ぜひね、まあ、この、そうですね、ヤンマガですね、ヤングマガジン。ですよね。なので、ぜひね、持ってる方とか、もう、一9 0 0 0とか2万5000、25000で限定50万とかね、もう、すごい高く売れてるんで、ぜひね、 売っていたらいいかと思います。はい。はい。えー、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマリヒマニュアル、プレゼンします。ニックネームかスタンプお願いします。それと、ゼランテンバー組でですね、興味の方はぜひお待ちします。あとですね、YouTube から質問一切受け付けていません。LINE やっ登録後にね、ぜひよろしくお願いします。本日は最後見ていただき、ありがとうございます。 番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。